まだまだ暑いですね。10月だよ。10月なのにさ、めっちゃ半袖着てるのやばくない？マジで。ゼロさん検索 TT ヤッホー。喉痛い、喉痛い。なんでこんな暑いんだ？10月なのにね。やばくない？クレベル選手テレビ出てたね。ロケ地豪雨き、ん？ロケ地豪雨き回らしいよ。クレベル選手ね、出てたね。水曜日のダウンタウン見ました。こんばんタルンタルン。いつになったら涼しくね。本当にそれな。リュウジ落ちてる。今日暑いねマジで。昨日暑かったです。昨日でも寒い日もあるんだよね。でもまだまだめっちゃ暑い。ここ何日かはディズニー行った日がめっちゃ寒かった。でパーカー買ったの、ちょっとショックなんだけど、もう本当に気温がわからない。30度超えだもんね、10月なのに。今日ちょっと寒い。あ、そうなんだ。平本選手のジムでクレベル、平本選手のジムでクレベルがテレビの企画撮ってたというやつです。あー、そうなんだね。平本選手は出てなかったのか。暑かったり寒かったりね。え、ティーこんばんたる。カラフルデイズ可愛すぎて20回くらい見かした。嬉しい、ありがとう。3日は多分やると思うので楽しみにしててね。でも3日来れないんだっけ。盆栽は東京にも道場あるはずなんですけどねーって。東京じゃなかったのか。どこでやってた、どこでロケしてたの。リュウジヤッホー、ネコネコヤッホー、ツタルです。そうだ、10月6日皆さんオフ会、合同オフ会、01の竹内聖奈様とね一緒に合同オフ会するので、ぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。まだチャンスはありますよ。みんな来てね。とカホのファンの方どれぐらいいるんだろう。ちょマジで心配なんだけど。合同オフ会だからさ、ほんと8対0とかあるから、あるかもしれないよ。ちょっとみんなお願い。あれはフルサイズ違うよ、ハーフハーフ。ぼちぼち猫もこたつの中で丸く時期に、ぼちぼち、なんかまだまだ先っぽいけどね、この感じ見てたら。でも急に寒くなるのかな、わかんないけど。あ、3日はいますか、6日はいませんってことか。3日とあのフルでやります。今日はねライジンガールのね2回目の二次審査オーディションをやってきました。申し込んでけんちゃん、本当に早く。ガチで。3部来て、3部、3、3、4と待ってます。2、3、4。1部、1、2、3、4。3部がね、ちょっとまだ余ってるっぽい。受かったら来年もライジンガールってことか。そう、そういうことです。香川大会にいるよ。なんかでもライジンガールさ、めっちゃ批判されてて、ちょっとおもろいんだけど、ここまで批判されるのってあんまなくない？同じライジンガール、同じライジンをさ盛り上げたい気持ちは変わらないのにさ、なんでこんな叩かれてるんでしょうか。14日に撮影会もあるんよね。14あります、撮影会あります。3部って何時、え、何時わかんない、見て。何時かわからん、見てくれ。ポカさんこんばんは。カシちゃん受かってたら来年ランジンです。お、嬉しいな、頑張ります。 N1643 こんばんは。カハタルの存在確認、はい、来てますよ。10月14日が撮影会です。カシさんこんばんは。赤色担当の森カホさんの家にいる猫、犬と猫が可愛すぎて嫉妬してる人がいるのがたくさんいるんだよ。あ、本当に。嬉しい。
子は今は寝てます、ワンコのお世話大変だね、飼っててほしい、中川大会とかキャッチやつさーって、うん、分かりたいですね。二次審査まではいけると思ってる、二次審査最終まではいけると思ってる、最終審査までは進めると思ってますので、最終審査が勝負かなと思ってます。小町師匠怒ってるでしょ、コモちゃんはでもいつもと変わらない、うん、たまに嫉妬したりしてますけど、でもガフはちゃんとコモちゃんも可愛がって、コモちゃんが一番だよって毎回伝えてます。モナコ、びっくりした、電話だ、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね、あ、いた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 、ただみんなが本当にいるかどうか、ちょっと一回切ろう、ごめん一回切る、いや切らなくてもいいのか、1時間経ってないから更新されてないだけか、はい、謝ってください、もしもーし。お母さんです。もしもーし、はい、聞いてます、みんな、みんないるかは知らんけど、パパタルがごめんなさい。ちゃんと謝って。パパタルがごめんなさい、パパタルの声を出してください。カホの父です。ショールームやっとるの知らんとちょっと声を出してしまいました、ごめんなさい。ちゃんとごめんなさい、皆さん急に切ってしまって、急にパパからで、あのかペットカメラがあって、そのカメラが電話できるようになってて、万が一のために家族にも共有してまして、で電話というか音声が鳴ってしまって、パパの声ですいません、本当にちょっとびっくりしたわ。ショールーム中ってことを、まあ一時はね、てか いつも切ってるんですけど、お家に帰ってきた時にカメラのその電源は切ってるんですけど、たまたまずっとつけてて、パパたるこんばんはってコメントが来てます。こんばんは。こんばんは。カホタルをよろしくお願いします。もう一回謝っといて、本当に。ごめんなさい。突然声を出してごめんなさい。おもろすぎ。あれパパタルか。すごい。なんか電波悪い。そう、ごめんね。と万が一のためにあの切っちゃったんだけど、ファンキーなパパ。そんな感じです、すいませんでした。もう今、あ、これは今携帯電話から、お話ししてます。急に走ってきたから、監視カメラからびっくりしちゃって切っちゃ、ショールーム切っちゃったんですけど、今はこう電話で急に喋らないでって言ってました。ママタルは起きてます、ママタル、はーいはーいって。はい、そんな感じでした。おもろ、びっくりだよ。はい、じゃあおやすみ。あ、待って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 、はい、もう一回謝ってください。今みんなが帰ってきたっぽいんで、もう一回謝ってください。ショールーム邪魔してごめんなさい。ショールーム邪魔してごめんなさい。あの、もう一度説明すると、監視カメラペットカメラがあって、そこから声を発せれるようになってて、万が一のために家族にも共有してて、でそう、急にねカメラから声が出てきたからびっくりして切っちゃいましたということで、で今この
携帯電話から今は急に声を発しないでっていうふうにお話ししておりました。ママタル赤ホタルより美人という噂を聞いてますやって。ママタル元気って。公開謝罪草みたいな感じでした。すいません。モナコ。あれが着信音かと思った。モナコ。そんな感じです。すいませんでした。もうなんかびっくりしちゃいました。モナコちゃんが着信音だと思ったの？おもろいねそれ。公開謝罪。そんな感じです。はい。もう5回解けたので大丈夫です。さようなら。バイバイ。ママタルパパタルバイバイ。はーい。おやすみ。急に声出さんといてな。ごめん。ごめんなさいね。死ぬ。バイバイ、おやすみ。おやすみ。出てきんのこれ。キャンセル。はい。つまり悪いのはモナコってことで。ちょっとびっくりするから急に。切られる。動画でママタル出たことあるよね。よったっけ覚えてない。ああ、とかもね、めっちゃ前に。シリみたいなものかと思ったわ。シリ？シリ？シリ使ったことないか分かんないな。あ、そうなんだ。コマおいで。知らんけど、パパタル格闘技好き。そう、好きなの。っていうか、そう、好きなの。K1 をね、めっちゃ見てました。カホもちっちゃい時一緒に大晦日とかね。最近ママタルとシチュラルーム対戦できないから悲しい。言っとくね。熱っ、びっくりした。やばい、みんなありがとね、来てくれて。ちょっと待って、電話ありがとうってちょっと言っとこう。ちょっとすごいな、毛が。当たった。知らんけど好きそうな声してた。うん、そうそうそう、好きだよ。てかなんならカホより詳しいかも、雷神のこと。カホより詳しいぐらいには多分好きだと思います。多分もう公表されてるよね。名古屋大会は家族招待するので来てくれると思います。ちょっとコマちゃん、いたずらしないで。そんな感じです。あ、ハートありがとう。ございます。なりひみ。あれ？コメント見れなくなった。今は3期の子でしつらめし。あ、そうなんだ。家族招待は親孝行でいいねって。そう、家族招待して見に来てもらおうかな。招待されてませんが当然名古屋に。最高。今回カホ前夜祭出るのかな、まだ分かりませんが。今度伊勢神宮行ってくるよ。行ってらっしゃい。伊勢神宮めっちゃいいとこだよ。のっかげこちょ大好き。たまにさ帰ると絶対に行きます。私も伊勢神宮は。伊勢神宮いいよね、なんか空気がいいし。でなんだっけ、そうだ、10月帰るんだ三重県に。来年も雷神続いたらいいのにな。ねえ、頑張ります。頑張るぞ。やばい、片手痛くなってきた。ちょっとね、もう一個の携帯を充電して今配信してます。カホタル、おかげ横丁のおすすめの店ある？おかげ横丁のおすすめ、どこかな。
待って、ちょっとさ、店の名前が出てこないんだけど、豚捨てコロッケっていうのめっちゃ美味しいです。豚捨てコロッケ、豚捨てコロッケの意味って何なんだろうな。ちょっと調べてみよう。豚捨てコロッケの意味、え、ちょっと待って、豚黒…ん？コマ？あ、ちょっと待って、ごめん、今なんかコマちゃんがいたずら…なんか持ってった。あ、間違えた、カメラ逆にしちゃった。ちょっとコマちゃん、今日はハプニングが多いな。ちょっと待っててね、みんな。ちょっとコマちゃん、本当に大変だわ。ちょっと待って、カメラ逆にしちゃった。どうやってすんの？これ通常がこうで、あ、こうか。あ、よし、オッケー、オッケー。いっぱい猫と動物いると大変ですわね、本当に。かゆ。そう、なんだっけ。豚捨てコロッケの黒毛和牛のミンチを贅沢に、ミンチを贅沢に使用し、サクサクの衣で旨味を閉じ込めていますと。あんまり由来のこと書いてないな。豚捨て、なんかあんま分かんないな、これ。豚捨て美味しい、そう、豚捨て美味しいんですよ。そうか、配信中にハプニングを起こせば構ってもらえるのか。やめてやめて。風さん落ちたる。前夜祭か。前夜祭当たって、知り合いに泊まるの交渉できたら行く。おー。そう、なんか、今ね、今ってかその、11月17日の前後があんまりホテル取れないらしいので、もし行く方は早めにホテルを取っておいた方がいいかもしれないですね。かゆいね、こまちゃんの毛がすごいみたいな。あとはなんか、なんだっけな、おかげ横丁、おかげ横丁、横丁か、あ、もうこまちゃんいたずらばっかりしてからに、なんかね、赤味噌、味噌汁が美味しいお店があって、そこがちょっとどこだったか、ちょっと待ってくださいね。ん、赤味噌が美味しいお店があるんですよ。そこのね、赤味噌がね、好きでね、結構毎回行っちゃうんだよね。あと、もちろんうどんが美味しいです。うどん、うどん、なんかどこで見るんだろうね。あ、お腹空いてきた。これか、グルメ44選、スノーマン名古屋ライブとウニかぶりです。あー、スノーマンか、なるほどね。ウニかぶりでやる全部またそうそう、だから我々も実はあの名古屋じゃないらしくて、ホテルがね。よいしょ。赤福本店でしょ。何この美味しそう。あ、福助だ、福助っていう伊勢うどん、これも美味しいよ。赤味噌、そう、赤味噌。あと、てこね寿司は有名ですね。てこね、てこね寿司。寿司ひさっていうのかな？ちょっと読み方わからんけど、久しぶりのひさ。寿司がひらがなで、ひさが、あの、久しぶりのひさ。寿司ひさは、有名です。ここも美味しいでございます。よっち、こんばんは。かじさん、おつたる。
バラさんが開始早くしてくれるらしいから日帰りでなんとか。あ、そうなんだ、早くしてくれるんだ、知らなかった。なんで早く開始してくれるの？あとね、どこだ、これどこだ、めっちゃ美味しいお店、カフェのとっておきのお店があるんだけどな。その赤味噌を飲まないと帰れないんですよね。ただなんか店の名前がわからんな。まあ、実はガホも行きつけすぎてそこしか行ってないから、いろんなおかげ横丁の街並みを開拓したいっていうところはありますが、ん、手巻きね、手なになに、手こね寿司のひさ寿司ひさ行ったことあるかも。あ、本当に、そこやっぱ美味しいよね、人気だよね。宿が埋まってて関東関西の加工とか悲鳴上げてるからそんな早くから分かってたんだね、スノーマンのさんのライブ。松阪牛握り、あ、美味しいのかな。豆腐屋膳、へえ、みんなカフェより詳しい。どこかほの行きつけの店出てこない。てかなんか10月帰るけど早く帰りたくなってきた、こういうの見てたら。どれなのか分かりません、悲しいでございます。手いた、左手、右手でやればいいんだ、こうすればいいのか。横丁の店バパンジュ、赤味噌のお店気になるよね。どれだろう。食べ歩き、海鮮、海鮮だったような気がするんだよね、そのお店確か。伊勢エビだったかな。とんちゃんこんばんは。ちょっと待ってね。赤福餅、伊勢うどん、串団子、横丁そば、豚捨てコロッケ。豚捨てコロッケは並んでも食べたい、ただいつも時間なくて並べない。16、17に名古屋ドームで 2days やるっぽ。もうバカかぶりやん。おかげ横丁のカキフライと地ビールの店美味しいよ。カキフライ食べたことないかも。あ、カキフライ、カキフライ串って出てる。ほんとだ、横丁パンジューって出てる。へえ。あ、おからドーナツをね、大好き。うの花ドーナツ。これもね、いつも買います、カホは。アワビ串だって。うわ、出てこないな、カホの行きつけの店。エビ丸か？エビ丸。カキフライ串美味しそうだね。エビ丸かも。来た、これだ、エビ丸かも。あ、あった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 。え、これだよね、このなんかわかる、このこれ、伊勢エビやカニや取れたての濃厚なだし汁に、伊勢エビ？エビってこんな感じ書くっけ？なんか急にわかんなくなって。伊勢エビや地魚の切り身、魚のつみれ、アサリにアオサなど、三重の、食材を贅沢に使った具沢山の漁師汁。漁師汁って言うんだって。あ、これも美味しい。このこれ。これ見て。エビってそうやって漢字書くんだっけ？なんか急に分かんなくなっちゃった。やば、お腹空いてきた。そんな感じです。かゆ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 、やばい。鼻かゆい。よし、こんな感じ。
やめたてきなってきた。あ、みんな10月6日よろしくね。会いに来てください。オフ会楽しみましょう。今日はこの辺で終わってもよろしいかい？猫の毛すごい。5日のガーデンホールのシチュー並び、5日っていうか何かあった気がするな。5日はでも行かない。あれ、神戸以外すごーい。ネポンさんこんばんは。もう終わろうとしてました。ちょっとあれだけ読ませてください。13位ポッチ、12位ケイスケ、11位リュウジ、10位エイティ、9位ティティ、8位トゥブさん、7位ケンサク、6位ケンちゃん、5位同じ星さん、10位カズノリ、3位トウモ、2位ノリフミ、1位リュウジでした。ありがとうございます。ちょっと2回目の配信、大阪の前夜祭、確かに。でも今回はその前夜祭がレジンガール全員行くわけじゃないかな。なんかあんな感じになるかどうかはわかんないけど。デフニャン、デブニャン、デブニャン、こんばんは。あれ、みんな遅い時間に来てくれるんだね。はい、おやすみなさい。もう終わろうとしてますよ、カホ。鼻かゆう。ありがとうございました。皆さん、ゆっくりお休みくださいませ。ぴゅい。じゃあせーのでおつたるで終わりましょう。せーの、あすみっちやっほー。せーの、おつたるー、おやすみー。あー、みんなまだいてくれたんだね、ありがとう。3、2、1、バイバーイ。